大道芸プップップーラッパの音楽気になって男の子も女の子も集まって1、2の3猫も木を駆け上るなのに飛び猿小鳥さんあんなの私大嫌い。お日様の扉へ朝昇るのを目にして夜沈むのを眺め行ってみたいと胸焦がすああ叶いさえすれば聞きつけたふわり白くも大空から降りてきて一人ずつ子供をふわりと雫の胸で抱き留める高いお空へ連れて行く気づいた時にはもう黄金色の丸い扉の前に立っていて戸を叩いて聞いてみる誰なら中に入れるの？けれども返事がないから結局無駄足。